ました三森森川。こんなに遠い目をして君は何を見ているの。一秒ずつの未来が今も通り過ぎているのに、眠れないほど悩んで見えた答えがあるなら、君さえ知らない君を見つけるたびに出かけようよ。わちさえもない
みんなで言うんじゃないの。そういうコーナーじゃないです。サボイラジオおかしい。あ、そうか。はい、よくできました。ありがとうございました。